小川博文は、千葉県立山市出身の元プロ野球選手、プロ野球指導者、野球解説者、ソウルオリンピック野球の銀メダリスト。中学生までは、立山市で軟式野球をしており、1982年に、当時の顧問の勧めで、創立5年目の拓大高良校に進学。当初は、公式野球経験のある、シニアリーグ出身者に遅れを取ったが、 監督小枝神の下で厳しい練習に取り組みに塁手種として成長。2年夏にはレギュラーの1番打者となり、秋からは3番打者を務めるようになった。同年秋の関東大会では大島孝一らを要する法制に行こうと、準々決勝で対戦し、サヨナラタイムリーを放ってベスト4に進み同行発の全国大会となる第56回選抜大会への出場を決めている。 選抜大会では、初戦の第一弁学園戦で3ランホームランを放つなど3安打4打点の活躍を見せ、2回戦では、再び法制に功を破った。準々決勝では、KK コンビを擁する PL 学園と対戦して、桑田ダ・マスミに3打スーム安打に三振と抑えられ、チームも完封負けを喫している。3年夏の第66回全国選手権大会にも出場し、 大会前には優勝候補の一角に挙げられた。しかし、初戦の対過合しましょ戦で、増ス雄が優に4打数無安打に抑えられ、5対0で敗れている。野球部部長の川又光一の勧めもあり、高校卒業後は社会人野球へ進むことを決断。複数の企業からオファーがあったが、次期監督の石山健一自らが来校したプリンスホテルに進んでいる。 3年目の1987年には、都市対抗と日本選手権で共に日本類打を放つなど3番打者として活躍し、初の社会人ベストナインに二塁手として選出された。翌1988年には、ソウルオリンピック日本代表に、同僚の石井武博や中島明氏と共に選出され、二塁手として全試合に先発出場している。予選リーグでは七番。 準決勝と決勝では6番打者を務め、チーム3位の打率368と同1位の2投塁の成績を残し、剣手と広角打法でチームを支えた。また、決勝戦ではジムアボットから先制点につながる二塁打を放っている。社会人の4年間で通算打率430、50本塁打を記録し、1988年度ドラフト会議にて、 オリックス・ブレーブスから2位指名を受けて入団。契約金、年俸は、それぞれ5800万円、720万円だった。1989年はキャンプで遊撃手にコンバートされ、弓岡啓二郎や山越吉洋とポジションを争った。身体能力の高さやパンチ力のある打撃を監督の上田理事に評価されて近鉄との開幕戦に9番、遊撃手として、 先発出場を果たす。同年は114試合に先発し、規定打席には届かなかったもののレギュラーの座を勝ち取っている。1991年は全試合に出場して自己最多の135アンダーを放つなど活躍し、オールスターゲームにも第2戦の1打席のみながら初出場を果たす。同年は初のベストナインに遊劇手として選出され、 1300万万円円増の年俸 3, 万円で契約を公開した一方で、オフには、大物ルーキーとして期待された、田口宗や土井正造監督の評価が高い活路、久し党が加入し、遊撃手のポジション争いは激化した。1992年は開幕戦こそ田口に、スタメン遊撃手の座を奪われたが、翌日の第2戦を含め94試合に、 遊撃手としてスタメンで出場し、レギュラーの座を守った。また2年連続でオールスターゲームに監督推薦で出場し、第2戦では初の先発出場を果たし、2打点を挙げている。1993年は松永博美が移籍したこともあり、6月頃から三類手として起用されることが多くなった。オフ、監督に大木明が就任した。 1994年は初の打率3割を達成し、シーズン後半には3番を務めたが、一票差でベストナインを逃す。1995年は1月17日の阪神淡路大震災で被災し、オリックス選手会と一郎からの義援金、計400万円を堺井務と共とに1月23日に神戸市役所に届けている。シーズンに入ると6月8日の対、 日本ハムファイターズ戦で、正二類種の福良淳一が右膝十字人体を断裂し、翌日から主に二類種を任されるようになった。同年の日本シリーズでは、福良の復帰もあり、全試合に遊撃手として先発出場した。第四戦の9回に完封勝利目前の川崎、健次郎から同点本塁打を放ち、小林オマリーの14球を経て、チームが勝利している。 1996年のシーズン前半は、コンパクトなスイングや右打ちを狙って不審に陥り、出場機会が減少。しかしヘッドコーチの中西太志の助言などで、自分のバッティングを取り戻し、7月31日の対、西武ライオンズ戦では7年ぶりの満塁本塁打を横田久則から放っている。同年の日本シリーズでは、第3戦で、バルビーのガルベスを1回1。 3で交番に追い込む2点タイムリーツーベースを放ち、第5戦でもダメ押しとなる2点タイムリーツーベースを西山和弘から打っている。レギュラーシーズンでは規定打席に到達しなかったが、オフには1000万円増の年俸7200万円で契約を公開した。1997年には FA 権を取得したが、行使せず、オリックスに残留。百九十九年には、 プロ野球史上5人目となる全打順本塁打を達成。同年オフには700万円増の年俸6400万円で契約を公開した。2000年オフに、新藤達也、とかの名を荒井清との交換トレードで、前田和幸、杉本智と共に、横浜ベースターズへ移籍。11月12日に入団発表が行われ。 ロバート・ローズのつけていた背番号23を引き継いだ。このトレードにあたっては監督の森正明からの強い誘いもあり、遺跡の事前打診を快諾している。2001年は振動に代わる三塁手のレギュラーを務め、自己最多の15本塁打を放つなど5番打者として活躍した。ゴールデングラブ賞の選考では岩村秋典に次ぐ第2位の票を集めている。 2003年オフにはオリックスへのトレードが内定していたが、伊原春樹の監督就任に伴う方針転換などで破談となった。この経緯について11月にオリックス GM の中村克弘がベイスターズに謝罪している。また、契約公開では年俸が野球協約の上限となる25%減の5250万円となった。 2004年は残り94本となった通算1500本安打を目指したが一度も一軍に呼ばれることなく9月に戦力外通告を受けた。気力、体力ともにまだ自信がありこのまま引退しては悔いが残ると現役続行に強い意欲を示し西部ドームでの12球団合同トライアウトに参加したが同年限りで現役を引退。2005年 フルスのオリックスバーファローズの球団本部育成担当に就任、野球教室の講師などを務めている。2008年にサーパスの育成コ高知県野コーチ補佐に就任。6月には監督のテリー・コリンズの辞任に伴って1、軍内野守備総類ーチに昇格、シーズン終了後まで同職を務めた。2009年にフロント入りし一度コーチ職を離れる。 2010年に二軍打撃コーチに就任、二年ぶりに現場復帰して2011年8月26日付で、打撃低迷の責任を取って辞任した、翔太構造の後任として一軍打撃コーチに昇格。2012年も再び一軍打撃コーチを務めたが、チーム打率、得点ともに、リーグ再開に低迷。2013年は育成担当インストラクターを務め、 再びコーチ職を離れた。2014年より一軍打撃コーチへ3度復帰した。2015年10月3日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。2016年からもう一つの古巣である横浜 DNA ベイスターズの一軍打撃コーチに就任することが発表された。2018年終了後退団。2019年からはオリックス OB として J スポーツの野球解説者として活動する。手首が強く、グリップいっぱいにバットを長く持つスイングで、比較的小柄ながらも長打力に定評があった。一方でこの打撃フォームは、投球に対して振り遅れやすくなるという指摘を、プロ入り直後から受け、リーグ優勝を達成して、注目を浴びた1995年頃にも、コンパクトなスイングでつなぐ打撃を目指すべきと批判を受けた。 一方、オリックス時代に打撃コーチだった中西太はシンプルに自分のスイングをすれば良いというスタンスで指導していた。小川自身は配球はよまず構えにもこだわらず、ボールが来て瞬間に打てると感じたらバットを振りタイミングが合わなければスイングしないという打撃理論を持っていた。プロでは全打順本塁打の記録も達成したが、 打順によって、打席での考えが変わることは、全くなかったという。プロ入り時点で、ベース1周13秒7、100メートル走のタイムは11秒6と瞬速には、定評があった。1990年には22盗類を記録している。1998年頃から、打撃の衝撃を抑えるためにマウスピースを使用していた。当時は、 下の歯にテンプレートを装着する選手はいたものの、マウスピースを装着する、プロ野球選手は一人だけだったという。知り合いの司会の勧めがきっかけで使い始め、インパクト時の強い力で、奥歯の部分だけ穴が開くため1ヶ月ごとに、オーダーメイドの新品に取り替え、予備も2、3個用意していた。ありがとうございます。